はい、どうも皆さんこんにちは、永井です。今回も地下ネタやっていきたいと思います。今回はですね、そうですね、ドームの中に入ってみようというわけでやっていきたいと思いますと。よっということで、地下に入れる場所の紹介をしていきたいと思います。地下に入れる場所というものが、存在しまして、この場所はと申しますと、ほい、こちらのパラシューティングの近く、そこの通りからこの中入ってここを登ります。でさらに登りますと、でダクトの上に登りまして、上に登りますと。登りましたらば、こちらの煙突を登って室外機の上に登ります。すべて登りましたらば、こちらの室外機と壁の隙間にジャンプで落っこちます。ということで、どうだろう、この辺かな。よいしょ。入るにはちょっと多少のコツがいるんですが、まあ慣れるとすぐ入れますので、ぜひぜひチャレンジしてみてください。ということで、でだ、まずドームの場所、ドームっつうのかな、アリーナっつうのか分かんないけど、どうだっけ、これか。いや絶対これだろ絶対これだ。でここに、ではチートでなんつったっけ、ヘリコを出しますと、ほい、バイバイ。もうちょっと下がった方がいいね、この辺だね落ちてっちゃった。ほい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 、で無敵入れますと、ほい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 、入った。では行きたいと思います。ただね、今回は用水路を通るんですよね。だから墜落しないで大丈夫かな、これ用水路通って。一応ね、水のテクスチャーっていう、テクスチャーっていうか、あの水のオブジェクトってのが地下まで続いてまして、そうだな、ちょっとそのまま突っ込んだらまずい場合もあるんでね、墜落しちゃうことがあるんで、水に突っ込んだら。あ、無敵が切れた。そうですね、あんましね、下を飛びすぎると無敵が切れちゃうんですよ、これ。そういう仕様なのか何なのか分かんないですけど、もうそろそろ用水路ですね、これ多分。うわ、やっぱそうなるか。そう、用水路、もう一回ちょっとチャレンジしてみましょうか。水場だとこういうことが起きるんで、ちょっと厄介ですね。よいしょ。はい、付近を、今飛行中でございます。もうすぐ用水路、用水路なんですが、今回はいけるかな。いや、ちょっと不安でございますが、ここですね。行ってくれないか。やっぱこうなるんだよな、ちょっと強敵だこれは。そうなんだよな、どうにかしてね、ここ渡りたいんですけどね。はい、ですね、作戦をね、変更しましょう。確かですよ、ここが確かね、同様に地下に入れたと思うので、こちらを使って、行きたいと思います。ですね、確かここの下からこう、確か入れたんじゃなかったっけ、入れたね、こう入れますので、入りまして、やっちた。そうですね、このエアポートの T の脇あたりですね、確か当たり判定がないんですよ。こうゆっくり入って、でここで下がる。ただ下に地下鉄が通ってるので、それをなんで中作ってあるのこれ。まあいいや、飛行機なんだ。下の地下鉄の駅をちょっと避けて下に降りますってと、安全に行けます。でこっからこちらの方に向かいたいと思います。ほい、
これで多分いけるでしょう。うん、アリーナ名前出てこねえ、メイズバンクアリーナでしたっけ。あら、ちょっと待って、これ中作ってあるんだよ、あの建物入れたっけ。まあいいや、今度行ってみましょうか。はい、メイズバンクアリーナへ到着いたしました。ということで登ります。まあ入れるのは側だけだと思うんですが、どこでしたっけ、トレイシー捕まえたのって。ここかな。あれ、どこ、あっち、こっち、どっち、そっち、こっちか。お、上昇上昇。ここは行かないな、こっちじゃないな、こっちは床あんのかな。ここも床ない、ここもなさそうだな多分。床ない。あら、床なくなっちゃってる、もしかして。これ一周した、床ない、一周したね。メイズバンク床ねえのか。床ないのか、つまんねえな。そうですね、着陸できそうな床がないと。そうきたか。まあ入れたんだからいいかな。入れたんだ。まあ本来入れないメイズバンク入れましたので、今回この辺で終了したいと思います。いいかな、いいね。ではでは、次回もまたサガンドーリアスで会いましょう。